ハープーン艦隊艦がミサイル対艦ミサイルは、対艦兵器として開発されたミサイル。第二次世界大戦中の対艦兵器としては、方向兵器やロケット弾、魚雷、無誘導爆弾などが用いられていた。その後、まず誘導爆弾として、精密誘導兵器の導入が図られることになり、1943年には、ドイツ空軍が、フリッツ X を、 1945年にはアメリカ海軍がバットを実戦投入して、前者はイタリア海軍の戦艦、ローマを撃沈する戦果を上げている。また大日本帝国陸軍も化合爆弾を開発していたが、こちらは実用化には至らなかった。対戦末期の時点で、すでにドイツ空軍が火器のように推進装置を備えた HS-293 を 実戦投入していたように、戦後は巡航ミサイルとしての ASM が主流となった。ただし、対地兵器として開発された PVA などのレーザー誘導爆弾が対艦用として使用される場合もあったほか、2000年代に配備されたリッデムでも対艦攻撃が想定されている。また航空自衛隊でも ASM を装備化するのと並行して、 対空火力が貧弱な目標を攻撃するための対艦用誘導爆弾として91式爆弾用誘導装置を開発、配備している。誘導爆弾と並行してこれに推進装置を備えたような巡航ミサイルの開発も進められており、ドイツ空軍では1943年より HS-293 も実戦投入した。 大日本帝国陸軍もイゴー1型コ無線誘導弾及びイゴー1型オツ、無線誘導弾を開発していたが、いずれも、実戦投入には至らなかった。また、アメリカ海軍でもガーゴイルを開発していたが、こちらも、実戦投入には至らなかった。対戦後、ソビエト連邦では、ナチスドイツから獲得したミサイル技術も踏まえて、巡航ミサイルの開発を進めており、 1953年には、ミッグ -15 戦闘機を無人化したような設計の KS、KS-1 を収益させ、これが、同国発の空対艦がミサイルとなった。その後も順次に開発、配備が進められていき、1966年には、最大射程350回入りという長大な射程を、誇る KSR-5 が配備された。ただし、 ソ連では政治的な理由もあって、このように戦略爆撃機でなければ搭載できないような大型、長射程のミサイルの開発が先行したため、戦術的に使用できるようなミサイルの開発が開始されたのは1960年代中盤になってからであった。これに対して西側諸国ではむしろ比較的小型、短射程のミサイルの開発が先行しており、 まず1959年、アメリカ海軍の対戦哨戒機が浮上した、潜水艦を攻撃するための兵器として、指令誘導式のブルパップが配備された。その後、1970年代には、北、大西洋条約機構諸国でも、電波、高波ホーミング誘導式の空対艦ミサイルの実用化が相次いだが、これらの多くは、SSM とファミリー化されていた。 特にエグゾセは1982年のフォークランド紛争で実戦投入され、駆逐艦、シェフィールド撃沈などで有名になった。また航空自衛隊でも1980年には80式空対艦誘導弾を正式化した。対艦ミサイルが登場した当初は単に小さく高速であるというだけで溶撃を避けることができていたが、 水上艦の側でもミサイルの脅威に対抗するため、電子攻撃や CIWS など、対艦ミサイル防御の技術を発達させていったことから、後には、ミサイルの側でも、超低空飛行やレーダー反射弾面積の低減によって敵からの探知を避けたり、超音速化によって、溶撃のための余裕を与えないようにしたりといった策を講じていくことになった。ソビエト連邦では、 艦隊艦ミサイルについてはまず単射程の P-15 を先行して開発し、1959年よりミサイル艇に搭載して配備を開始した。また、翌1960年には250回入りという長大な射程を誇る P-6 が登場し、こちらはアメリカ海軍の空母任務部隊への対抗策として潜水艦やミサイル巡洋艦に搭載された。 これに対し、アメリカ海軍では、当初艦対空ミサイルで、対艦兵器も兼用する方針であり、また対戦中に、建造された放送型巡洋艦などの強力な艦砲が多数残っていたこともあって、艦上発射型の巡航ミサイルはまず対地用の戦略兵器として配備された。一方、西側諸国の中でも、周辺諸国に対して、 海上兵力で劣勢にあった北ヨーロッパ諸国やイスラエルでは早くから艦隊艦ミサイルに着目しており1966年にはスウェーデンが r b 0 8をまた1972年にはイスラエルがガブリエルノルウェーがペンギンを配備した1967年にはソ連から提供された P-15 ミサイルを搭載したエジプト海軍の ミサイル艇がイスラエル海軍の駆逐艦エーラートを撃沈する事件が発生し西側諸国に SSM の脅威を強く印象付けた続く1973年の第4次中東戦争ではイスラエルとシリアのミサイル艇同士の交戦が発生し海戦のミサイル化を象徴する戦闘となったこれらは艦上発射を前提として開発されたものであったが その後は、蒸気のようにハープーンなど ASM と共通化した SSM が主流となっていった。なお、対艦ミサイルでは、水上艦を標的とするために、遠距離からの目標の探知、捕捉に困難が伴うが、特に SSM では発射プラットフォームも水上にあり、自ら目標を探知、捕捉できる範囲が限られるため、電波水平線イエンの敵との交戦が問題となる。 このため、ラタキア沖海戦など、初期の SSM による光線はいずれも、比較的短距離で戦われており、またエグゾス SSM の初期モデルが開発された際には、その発射プラットフォームとして想定されていた、小型艦艇のレーダーや、電波探知装置での探知距離とマッチする程度の、射程距離で良いと考えられて、あえて遠心は試みられなかった。これに対し、 初期から遠距離攻撃をも施行していたソビエト連邦では航空機や衛星による ISR システムの構築を図っていたほか、艦受信も簡易的なアスレーダーを搭載した。また、NATO 諸国でも後には SSM の射程延伸を図るとともに、ランプスなど艦載ヘリコプターによって目標を補足する体制を整備した。 弾道ミサイルを対艦兵器として使用するという点で、宣弁をつけたのもソビエト連邦で、潜水艦発射弾道ミサイルである R-27 をベースとした対艦版として R-27K を開発して、1970年により発射試験を開始し、良好な成績を得た。またアメリカ合衆国でも、1970年代より、 配備された準中距離弾道ミサイルであるパーシング2で良好な射撃精度を得ると、これを対艦兵器として使用することも考慮されるようになった。しかし、第一次戦略兵器制限交渉や中距離核戦力全廃条約の影響もあって、いずれもアスパムとして配備されるには至らなかった。1990年代以降、 米中間における軍事的衝突の潜在的可能性を踏まえ、中華人民共和国が接近阻止、領域拒否能力の整備に力を入れるようになると、アスパムの開発、配備も推進されるようになった。2010年には MRBM をベースにした DF-21D、また2018年には中距離弾道ミサイルをベースにした。 DF-26B が配備を開始している。ありがとうございます。